ちょっと閑散としてる。この辺はさ、お団子とかお蕎麦とかのお店があって、お散歩できるよね。一緒にね。向井も一緒に行ければな。あ、ここなんだ。目的地付近です。山猿にご注意だって。お猿いるんだ。お猿、お猿、お猿だった。のんちゃんがお猿だった。おいしいものあるかな。いやーかわいい。楽しいね。これを離れこっちゃ。アヒルさん、ガチョウさん、くちばしなんかついてる。うん、多分合ってる。うん、ここが、うん、こうじゃない？違う？なるほど。すいません。はい、いってらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。これすごいね、豪華。お祭り。キノコ汁美味しそう。テミスリンゴツジュース。鴨唐揚げだって。ニンニク、これはちょっと口でいった。うん、おいしい。おいしい。これほら見て見て、生きてる。難しいなね。結構難しいね。コントロールが難しい。うちはコース料理でもライスを先に持ってきてもらっちゃう。ワンパク。うわー見て。わー、美味しそうだね。あ、美味しそう。あんがかかったやつ。あ、美味しい。このごま豆腐。これってレモンこんなの食うの？ん？レモンじゃないよ。ズッキーニって言ってたじゃん。俺の好きな鉄球。なんかいい感じじゃん。あゆと言わな。美味しい。あ！あ！ちょっと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 。どうやって開けたの？脱走した。あ、もう半分なくなった。ご飯半分なくなって。お預けは辛いもんね。ごめんね。これなんだ。話聞いてなかった？聞いてなかった。なんでだよ。食べきれない説あるな。これない。これいいと思うんだよな。ほら。焼いてる間にお腹いっぱいだわ。時間がゆっくりで。ね。いろいろでお試しくださいって言ってたね。一番上タレでしょ。あんまタレかな。うどんは後でもよかったかもしれません。豚が浮いてる。ホタテの2倍。ホタテは2倍になってない。バター2倍。これ美味しいやつ。あゆだ。これはハクちゃんたちの中身食べられる。確かに美味しい。見てるこれ。どうにしたん。お腹いっぱい？まあ、ちょうどいい。おいしい。ほんとあったい。もうすぐご飯あげるから。ごめんね、キラーン。私はすべてもいただきました。綺麗に剥きました。最後まで食べる。パリパリ。焦がしちゃった。おいしい。カエルって。カエル。おいしいな、おいしい。でもやっぱり多いね、コースだから。お座りして。お座り。バリッキー。多分馬肉系。バリッキーとトリッキーがあったかな。トリッキーは品切れだった。半分に分けた。お座りして。マクちゃんの手は、はい、もう一回。マクちゃんの手は、はい、じゃあ、はい、ハクちゃんの手、はい、ハクちゃん、はい、同時にあげればいいのに、はい、
昼にしてはまあまあの量だ。うん。うがくうがく。ちょっと忘れてあげればいいのに。魚も入れときました。うわびっくりじゃん、パクちゃん。パクちゃん。ロンちゃんちょっとびっくり足りないよこれ。ダメだし。お水飲んだ方がいい。顔が映るぐらい。いやお水ってだってあれに入れちゃってない。え？だって。汁に。汁に飲んだんでしょ。汁に飲んだ。水ね。ちゃん水は。水。水いらないか。いらねえで縁を舐め。美味しかったね。よかったねワンちゃん目にあってね。はーい。ダメよ。ダメよ。ご意見が出てくださいませ。お願いしました。デザートは柚子のシャーベットだって。あれだよね。でも肉持ってきて焼いてもやってるじゃん。そんな貧乏くさいこと言うなよ。ほら怒ってるよ。その貧乏くさいこと言う。グラム100円の肉とかを。グラム200円ぐらいの感じ。ああ、それはあるね。あー、おいしい。もっとたくさん食べれる人ならさ、馬刺しとかさね、こういうの美味しそうだね。マレバー刺し、ダチョウ刺し、地鶏のたたき、全部美味しそうじゃん。イノシシとかさ、ジビエ、イノシシロース一串とかを頼んで二人にあげてもよかったかもね。ワンちゃんメニューもいいけどさ、カエルとかさ、カエルとかさ面白いじゃん。なるなる、よいしょ、あるかわや。お手洗い、この様子を、この様子を、トイレに立ちがあります。何だ、個室たくさんある。大丈夫大丈夫。2時だな、人間に。2時か、1時間半。今日はゴンスケで食事いただきました。ハクちゃんたちもまた来るときはさ、ジビエの串とかをハクちゃんたちにあげてみてもいいかな、うん、まあ、味付いてなければ。塩かけないでもらって美味しかったね、うん、で頑張りましたね。ごめんね。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。美味しゅうございましたね。また来ようね。リードはどうした。ホモヤかな。あ、ここはハクちゃんが入っちゃいそうな。あ、いたいたいた。おーおー、すごい、でっかいね。ハクちゃん大きいね。多分ハクちゃんより大きいんじゃない。こっちだよって言ってる。こっちこっち、すごい。すごいね、錦鯉ね。それ美味しそうだね。